皆さんこんばんは。ちょっと遅れてきましたけども、今日は私の自衛隊の同期生がですね、防衛大学100名と一般大学から来られた方50名で、幹部構成がこの56期ということで磯六会というのがありまして、私会長になってるもんですから、今日は年に1回の年次総会だったので、そちらの方に出席をしてまいりました。現役で入った人も、もう私たちは昭和23年生まれで、今年から前期高齢者なんですよね。でいろんな人の挨拶を聞いてると、健康の話が多いんですよね、本当。で、本当健康が大事だと、もう健康のためだったら死んでもいいと。ちょっと盛り上がってきました。で、今日は私はですね、今特定秘密保護法案というのが審議をされてますけどもですね、これは大変画期的な法案だと思うんです。これは単にその国の秘密を守るということだけではなくてですね、これまで日本の法律というのは左翼が頑張るわけですよね。でこの国家弱体化の法律を次から次と作ると、そして従来も自民党もこれに言をしてですね、ちょっと左翼の言うことを聞いてそれを認めたような法律になるわけですよね。だからできる法律は次から次と国家弱体化の法律と、で労働基準法なんかもいつの間にか変わってですね、で今履歴書にはですね、自衛隊でもその保護者の欄を書くことできないんですね。であなたのお父さんどこで仕事してるんですかと、何で仕事してるんですかというのを聞いちゃいけないということになってるわけですよね。で実際我々が自衛隊に入る頃はですね、自衛隊と警察が連携をしてその徹底的に背景を洗ってたんですよね。で共産党とかが入ってこないように実は排除してたわけです。でも最近これができないんですよね。そしてこの自衛隊に入ってきてから調べるとですね、実は国自衛隊でもかなりの数のですね、この左っていうかその活動家 の息子とかそういうのが入っちゃってるんですよね。で入って一応管理はしてますけども、そういうことになるんでですね、これもこの労働基準法がですね、このなんか左翼の言うことによってですね、そういったふうに、国家弱体化の方向に動いた一つの結果だと思うんですよね。でそういう中でこの特定秘密保護法案は、あれ読んでみるとですね、一般の方はなかなか理解できませんね。法律読んでも第何条の第何項の何とかとか言って、一体どうしてくれるんだこの法律だというような法律なんですけれどもですね、ただ あれが画期的なのはですね、今までとにかく押されっぱなしと、左翼の方からですね。左翼というのは本当これ大した能力があってですね、この常に間違った方向を目指すんですよね。本当惚れ惚れするぐらい間違ってると思います。でこれに歯止めをかけることができるのではないかと私は思うんです。でこの特定秘密保護法案ができることによってですね、これを根拠にじゃあもう一回身元調査をやれるようにしようではないかというような動きがですね、私はできる法律ではないのかなと実は思ってるんです。だからそういう意味で今までのこの国家弱体化の方向に徐々に動いている法律に比べると画期的な法案であるというふうに思うんですよね。でさらに自衛隊ではですね、今前話したことがあるようにですね、戦闘機を日本で作る、ミサイルシステムを作るとか言った時にですね、これをこの世界中に公言をしてやるわけですよね。これから自衛隊はこういう戦闘機作ります、こういうミサイルシステム作りますと言ってやるわけです。日本はこれしか作ってません、絶対に悪いことしてませんから世界の皆さん信じてくださいと言ってやるわけですよね。よその国はおそらくですね、いやそんなことはないだろうと、日本だって隠れてやってんじゃないかと思ってるかと思いますけども、絶対に隠れてやっておりません本当に。でそういうことでこの秘密でですね、こういう戦闘機やらミサイルシステムやらこういった自衛隊の主要装備品の研究開発ができないのが日本なんですね。よその国はこれ出来上がるまで秘密であるんですよ。アメリカにしたってフランスにしたってもちろんロシアにしたってですね、何を今どういう戦闘機を作ろうとしてるか、どういうミサイルシステムを作ろうとしてるか、こんなことは出来上がるまで分かんないですよ。秘密でやりますから、よその国は。日本だけが分かっちゃう。分かれば当然こういう要求を日本は追求して戦闘機を作りますといえば、当然相手は対抗策を取るわけですよね。だからバカなことなんですよねこれ。だから日本の場合はその国家の秘密を守って国を強くすることよりは、よその国から悪く思われないということが
優先されるという、このなんか本当にただ庶民感覚の中でですね、処置されているような状況なんですよね。でもこれもですね、この特定秘密保護法案ができることによって、私は秘密でこういった研究開発ができる体制に向かって進めることになるのではないかというふうに思います。したがって今まで日本で作ってきたこの国家弱体化のための方向を目指した法律に比べるとですね、この特定秘密保護法案というのはそういう意味では画期的な法案なんではないかなと。ようやく左翼に対してお前たちちょっと戻れということをですね、言い出すための法律になるんではないのかなというふうに思います。まあ、そういう意味でぜひこの法案が成立をしてですね、日本がようやく一歩国家を強くするという方に踏み出すんではないかと。国が強い方がいいに決まってるわけですけれどもですね、日本の国ではですね、国民のかなりの人が、いや国があんまり強くなると侵略戦争を始めるというわけですよね。だからこれもまさにこの歴史観の誤りだと思うんですけれどもですね、日本は決してそんな国ではなかったわけですよね。これはまあ占領下でアメリカから押し付けられたアメリカ初の歴史観なんですね。歴史は誰が作るか、戦勝国が作るわけです。日本に負けた日本は一時戦勝国アメリカの歴史観を強制をされますけれども、ここから抜け出すことが必要です。でそのためにはですね、結局抜け出してから何かやるんではなくて、こういった特定秘密保護法案とかこういったことをですね、一つずつやっぱり積み上げていくことが必要なんだろうというふうに思います。そういう意味でこの法案は私は画期的な法案なのではないかというふうに思っています。時間も遅くなってきました。この辺で終わります。ありがとうございます。